ロシアの軍事侵攻から逃れるためサガに避難してきたウクライナ国籍の20代の女性2人にサガ市が今日住民票を交付しましたサガ市の住民票を交付されたのはウクライナ避難民の20代女性2人です今月15日に佐賀空港に降り立って以降市内で生活しています2人は働くことを希望していて 今回、住民票が交付されたことで就労が可能になったということです。